こんにちは。今日は BTS のジミンちゃんの恋愛傾向を深く見ていこうと思います。以前鑑定を受けてくださったお客様がメールに書いてくださったんですけれども、ジミンちゃんをコンサートで見たときに、実際に写真で見るよりもとても男らしい感じがしましたということでした。そうなんですよね。ジミンちゃんはなんとなく声も高音ですし、透明感のある美しさがあるので、男男しているというよりもどちらかというと中性的な魅力という感じで売っていますが、実際は本当はとても男らしい方だと思います。私が以前の動画でジミンちゃんはかなり危険な男だと思いますと言った通り、本当にそういうところがあるんです。どういうところが危険かと言いますと、かなりの恋愛マスター、そしてアダルトマスターと言えるのではないでしょうか。それを詳しく話していきます。まずジミンちゃんといえば、社交性があって卒がない方ですね。人からどう思われているかということを気にして生きていますので、とても人間関係が上手だと思います。不愛想に振る舞ったりですとか、失礼なことはしないタイプですね。どんな人でも卒なく関係を構築することができて、愛想がいいタイプだと思います。ですから好きな女性に対してもそのように愛想よく、友達感覚で気軽な感じで近づいていくと思います。話しかけたりするのも上手ですね。さりげなく世間話ですとか、相手が着ている服、相手が持っている持ち物などを褒めたりですとか、そういうことがわざとらしくなくできてしまう感じです。女性は自分の外見ですとか持っているものをさりげなく褒められるとやはり嬉しいものです。そして心を許してジミンちゃんに対して楽しく接したりですとか、会話をしていると盛り上がります。そういうところからジミンちゃんを好きになると、そういうパターンがあるのではないでしょうか。しかしここで注意なのは、ジミンちゃんはその女性だけに愛想よくしているわけではなくて、他の女性にも愛想がいいというところがありますね。ですから女性側としては、愛想よく話しかけてくれたり嬉しそうに話しかけてくれるのは私に対してだけなのかなと思うんですが、実は他の人にも同じことをしている可能性があると、それが分かってしまった時にちょっとがっかりしますよね。しかしこれは浮気症ですとかそういう意味ではなくて、ジミンちゃんは誰に対してもそのようにバランス感覚を駆使してみんなに愛想よく振る舞うのが、それが礼儀だろうと思っているんですね。自分なりのそれはサービス精神です。ですから決して悪気があってしていることではありません。ただ女性としては、自分にだけ優しくしてほしかったですとか、みんなに他の女性にも優しくしているというのはあんまり嬉しいものではありませんね。しかし安心してください。ジミンちゃんはただ女性に対してヘラヘラと話しかけるような男ではありません。自分が本当に好きになった女性に対しては一途です。一途な愛情を持つことこそが本当の恋愛だと思って生きています。ですから恋人になった人は安心して大丈夫です。ジミンちゃんは一度好きになった女性に対しては、よほどのことがない限りは心変わりはしません。愛想がいいのは事実ですけれども、それは友達関係としての愛想の良さです。恋愛関係ではありません。普段の人間関係と恋愛ではまるっきり別になりますので、その点は安心なんです。ですからジミンちゃんが他の女性にも愛想よくしてるからといって嫉妬してはダメですね。それは見当違いということになります。ジミンちゃんは愛情深い性格ですので、一人の人のことを一途に愛したいですし、長く愛したいと思っています。そして愛している人とは心も体も強く結ばれるべきだと思っていますので、そういう点でもジミンちゃんのことを満足させてあげるということがとても大切になってきます。もちろん愛情があるというのが前提です。ジミンちゃんは愛情をベースとした関係を望んでいますので、それに応えてあげるということが必要ですね。ここで恒例のジミンちゃんは浮気をするのかどうかのコーナーです。基本的にはしないと思います。毎回このように言っていると思いますが、やはり男性はそんなに
恋愛に興味がある人ばかりではありませんし、チャンスがないという方も多いですので、まあ、芸能人は別として普通の男性は女性に比べてそうそう簡単に浮気する機会というのはないと思います。少ないと思います。ですからよほど自分から頑張ってそういう機会を作らない限りはあまり機会がありませんので、浮気する人というのはする人はするんですけれども、しない人は全くしないというふうになりがちですね。ジミンちゃんも誠実で一途、そして一人の人のことを愛したいという気持ちが強いですから、浮気をしたいという気持ちは基本的にはないです。ただ注意なのが、ジミンちゃんの欲求、体の欲求をちゃんと満たしてあげていない場合、その場合は注意となります。これは男女の性別の差といいますか、人によって欲求の差があるのでなかなか難しいところではあるんですけれども、もしジミンちゃんが寂しい思いをしてしまうとすると、彼女がいるのにその彼女は自分に対して愛情表現をあまりしてくれない、そして満足させてくれない、拒否されている、または愛情表現が足りないなど、そのような彼女からのまたは好きな人からの愛情に飢えている場合、もっと愛情が欲しいと思う場合に他の人に対して目が向いてしまうと思います。ジミンちゃんは束縛されるぐらいの方が好きな面があります。もちろんあまりにも束縛されると鬱陶しいんですけれども、好きな人と2人で過ごしている時は思いっきり没頭してほしいんですね。2人の世界に思いっきり入り込んでほしいんです。ですからそこで邪魔が入ったりですとか、あっさりとした態度を取られると不満が募っていくと思います。ジミンちゃんは自分と相手と同化したい、一体化したいという気持ちがありますので、それを叶えてあげないと他の人に目が向くという傾向がありますね。ですからジミンちゃんに対しては、普通の友達関係、ジミンちゃんの交友関係に対してはうるさく口を出さず、束縛せず、自由にさせてあげる、まあそれが基本となりますけれども、恋愛関係においてはそこはべったりさせてあげる、一緒にいる間はかなり濃密な時間を過ごすように心がけると、メリハリをつけることが大切になってきます。そして愛情表現をいっぱいしてあげる、あなたのことが一番なんだよという、そういうことを常に見せてあげるのがいいと思います。ジミンちゃんは頭では自分と恋人は他人であるということは分かっているんですけれども、そのように他人と自分というふうに線引きされるのがとても嫌だと思います。とても悲しい気持ちになると思います。ですから他人じゃないんだよと、他人かもしれないけど本当に好きで一心同体なんだよというような、大げさですけれどもね、それぐらいの気持ちで愛してほしいと思っています。その割には自分の友達関係、異性ではなくて同性の友達関係は自由にさせてほしいと思っているので、ちょっと自分勝手かもしれないんですけれどもね、そのあたりのバランス感覚は女性側としては難しいですけれども、うまく対応する必要があると思います。ジミンちゃんは恋人としてはかなりいいと思うんですよね。なぜかというと、どこに出しても恥ずかしくないからです。自分の友達に紹介したりですとか、親に紹介したりですとか、そういう時もきちんと振る舞ってくれますし、そつがないですし、愛想も良いです。ですから恥ずかしい思いはしません。むしろ自慢だと思います。またファッションセンスも良いです。そして外見もきちんとしています。身だしなみもいつもきちんとしているでしょう。ですからどこに出しても恥ずかしくないんですね。また二人きりの時はとても情熱的に愛してくれます。しかしジミンちゃんは自分のそのような情熱的な面を男友達にはあまり見せたくないと思っているかもしれないですね。例えば本当に彼女が大好きで結婚したいと思っていても、実はメロメロなんだということは男友達には言わずに、クールな顔で結婚報告をすると、そういうかっこつけたところがあると思います。あまり自分が女性に夢中になっているというところを周りの人に知られたくないんですね。いつもクールでかっこつけていて、ひょうひょうとしていて、女性に振り回されない自分というのを演出したいのかもしれません。
しかし内心は本当にその女性のことが大好きで夢中になっていると言えると思います。それが恋している時のジミンちゃんとなります。以前の動画でジミンちゃんの好きな女性のタイプ、そして好きな女性のファッションなども詳しく話したものがありますので、ジミンちゃんの好きな女性についてはそちらをぜひご覧ください。先ほどからジミンちゃんは自分がどうしたいかよりも周りからどう思われているかということに重点を置くと言いました。ですから彼女に対しても周りの人からさすが素敵な彼女だねですとか、さすがそんな彼女を選ぶなんてジミンちゃんはすごいと思われたいわけですね。これは決してものすごい美人でなくてはいけないですとか、可愛い人でなくてはいけないというわけではなくて、社交性があって愛想が良くて、いろんな人に失礼がなく感じよく振る舞うことができる女性、そういう人を求めていると思います。ジミンちゃんは色っぽい女性で物静かな女性が好きですけれども、だからといって愛想が悪くて暗い雰囲気、みんなに対して暗い雰囲気を撒き散らすような女性が好きと言っているわけではありません。一般常識ですとか社交性、ある程度の社交性は必要だと思います。そうでないと自分の評判まで下がってしまうので、彼女に対しては一般常識やある程度の常識、会話のスキルなどは求めていると思います。そのようにして周りからジミンちゃんの彼女素敵だねなどと言われたら、もっとさらに彼女のことを大切にするでしょう。ジミンちゃんと結婚したとしたら、家に帰ってからも楽しいおしゃべりができそうですし、明るい雰囲気で過ごすことができそうです。またあまりお金にもケチケチしていないと思いますし、細かいところがないと思います。そういうところもいいのではないでしょうか。今日は以上となります。いつもありがとうございます。